3連チャンしてるんで、まあ、トップ取れない、取れなくなるまで連チャンで今打とうと、4半チャン目ですね。親でトンパツ、親でチーソードラ、もう悪くないですね。リーチ、ドラ1、ザンク、または自敗をポンしてニック、赤とダブ、赤とダブトンに恵まれれば親マンまで。まあリーチできればもう何も問題ないですね。まさかのチャンタとかはないか。もう普通の手なりでチーソードランで、一応パーソは持ってはおきますが、これはちょっと手がもういいのでダブトンに頼ると。本当は親がショーンパイのダブトン切っちゃうとみんなが安心するんで、あーダブトン切れたみたいな、親に、親のポンを防ごうと思った人、多分これはこのトンの私の合わせ打ちはその一例だと、いい例だと思いますけど、ちょっとどうしようかな。まあ、チーソーのドラ引いてきてリーチが一番理想ですね。リースーソーから引いてきたらとりあえず闇、まあ、これで一応チーソーのドラ含みか、イーピンローピン引いてきて一通かと、まあ、両天秤ってやつですね。ローピン当たり引いてきて、まあこれでも全然 OK です。リーピン、またそんなカンちゃんにピンポイントで飛び込む方が難しいんですがね。親が終わってしまいました。ウーワンドラのペーチャ、まあ、これも結構手配が、しごろ差しごのメンタンピンが見える、メンタンピン3色かが見えるいい手配なんで、ショーンパイとか切り出してもいいレベルですね。例えばチュンがショーンパイだとしても絞るんじゃなくて切っていってもいいかなと思える手配。4人ともピンク系、ウーソー引いてきてメンタンピンで十分ですね。3色はなればいいなと。まあ、みんなピンフ系なんで目立った人はいない。まあ両面リーチかなと。ゲートを引いてくる。一応しごろが見えるんで、スーソーウーソー引いてくればしごろと、3ピンを切ってしごろで、このまあ結局パワー持ってたらよかったですけど、まあ、この形はピンズ何引いても両面リーチができそうな形なんで、しごろか両面リーチかと、両天秤、まあ、さっきと同じセリフですね。さっきはそんなこと言っといてパーソーで振っちゃったんですけど、まあ、シゴルの方になったんで、タイヤを3色ドラ1、8000、
どうしようかな。ここはなんか闇でいいやと。なんか闇だと上の人から出そうな気がしたんですよ。3ピン泣いた瞬間に、あ、これあと自分の手だけ見て天敗目指してくるなと思ったんで、闇だったら出てくるなと。もうあとは全部何でも切ってくると思うんで、上の人で手も安そうなんで。お、親がニッパチ切れてる、ソーズのニッパチ切れてるんで、ウーソーも出てくるか。私が入って、あら、親がウーソー3枚使いの1通でしたね。変則なんだろう、4面ちゃんかな、イッスソーサブロッソーローソーで1通で、ドラシャーのシャーチャー123の3色123の3色または浮いてる球にくっついて、チャンタも力ずくでいこうと思えばいけそう。まあ123の3色だけで、わあまずい、これこういうのが良くないんで、ドラをたとえ引いてきても絞るべき。多分右の人は、右の人が私だったらなんか口には出さないけどすいませんってやっぱり思っちゃうんで。で、シャアを鳴いてこの捨て牌、まずマンズは切らないだろうっつって Q1 切ってる。今のところマンズに見えますね。シャアはお高津なんで、本当は上の人にマンズ切らないでってこう目でサインを送りたいレベル。あ、ただマンズ、あ、上の人親か、親だから、まあそんなこと言ってもな、せめて自分が上がるのが一番自然ですからね。見てなかったですね、親っていう。なんかこの曲いいやって感じですね。何しようかな、まあ、とりあえずマンズと自敗は切りたくないんで、危ない、まあ、トンは切らないと。もうこの一局は危険牌全部抱えて、まあ、ドラポン以外の人が上がってくださいって感じですね。親安いんであれば振り込みますせーぐらいの勢いです。1500ぐらいで、うわ、トン切ってくるか。でマンズが溢れてきちゃったんで、もういよいよマンズ切れないぞと。やっぱりあの白発ポンされてる状態で自分がチューンを切るって、ちょっとやっぱり皆さんも抵抗あると思いますし、切ってくる人がいたらおいって思うのと一緒な感覚ですね。上はタンヤオかな。ちょっと親の人に上がってほしいですね。町教えてくれんだったら振り込んでも、1500なら振り込んでもいいですよくらいの今状況です。まあ、E1 チュンが出てきたか、自敗待ちかな。普通は E1 が最終手出しになるのかなと思ったんですね、本一なんで。チュンが後から出てきたんで、でローワンツモギリ、なんだろう、あー染まってないのか。やっぱり例えばこのシャーとトーンを泣かせたのが自分だったら、しかも積もられて他の2人がかぶったと、で他の2人から多いとは言ってこないですけど、皆さんもなんとなくこう
もし泣かせた、泣かせちゃった場合はやっぱり少しはこうすいませんみたいな気持ちがこう生まれてしまうのと思うんですけど、私もやっぱり思うんで、上がれなくてもいいんでって言っちゃうんですけど、ここはまあでも行っちゃ無理なんで、先点で2茶を目指そうと。もうチュンのみ先点上がって OK ですね。もうなのでドラもちゃちゃっと切っちゃって、ポンされてもどうせ先点上がられてもどうせ落ちちゃうんで、先点上がられようが漫画上がられようが一緒の点数差なんで、まああとはもう平凡な手なりで全泣きって感じですかね。チューンを持ってきて勘したらチューンがドラぐらいになるとちょっとトップ見えるんで、いやトイトイもつけようかなみたいになりますけど、チューンドラ1 C1 待ち残り3枚、ちなみに同点だと私が2茶です。トンチャに、あ、チーチャに近いんで、単品3色8000、私が3茶になっちゃいました。これは綺麗ですね。リーチかけてトップの対面から直れば一茶も見えるレベルの綺麗な手、しかも3色部分が確定した両面待ちと、本当にこう見てておお綺麗だなと。ドラを使わないで単品3色純粋に焼くだけで8000、しかも確定の3色といいなと、そんな手も上がりたいなと思いました。あんまりちょっと親の時にあのトーラバーテンパイがパーソーが飛んなかったのが結局致命的だったのかなと。あとはローンは食らってはないかな、そんなにこうあれがあのせいで負けた、あのミスがターニングポイントだったとはちょっと終わった直後に思えないんで、まあまあいいかなという感じの一局でありました。今天砲をしばらくストップしていて、まあ続きから ID を ID が分かれば続きからできる術があるらしいので、 ID 探しをしようと。さすがにパート100ぐらい天砲を打ってるのかな、しばらく打っているとまあそんなにこう愛着持って、愛着持ってじゃないな、言葉がこう正しくないんですけど、麻雀人生を全てを天砲にかけるみたいなのはまるでないんで、あのやり直そうかなと思ったら別に前のデータが消えたからドラゴンクエストのセーブが消えるみたいにがっかりはしないんですけど、一応積み重ねてできた数字なので、まあ続きからできるんであればそっちの方が 100% いいなと。あと例えば初級まで行ってまた10級だとなんか次の段行ってももう作業になりますしね、初級行くまでは、ああ前も行ったしなみたいな、1級おめでとうって言われてもああ前も行ったからとりあえず初級ぐらいまで同じことの繰り返しと。ただゲーム、麻雀ゲーム実況に関してはあの読みとかを頑張りたい気持ちで打っているので、まあそれでも
問題はないんですが、やっぱり続けていたものがいきなりストップしたんで、やっぱり続きから打ちたい気分は大いにありますね。ということで今 ID を頑張って探しています。まあこんな一曲でした。いつもあの見てくれて、まあ嬉しく思っています。またあの見てもらえるような動画作りをこれからも頑張っていきますんで、またよかったらぜひ見てください。どうもありがとうございました。